1000万回以上再生されたワード便利技5選。1つ目、ワードで文字をきれいに揃えたいとき、こんな感じで揃わなかったことないですか？これ簡単にできます。やり方はスペースキーではなくタブキーを使います。次に文字を全選択してルーラーの好きな位置でクリックするときれいに文字が揃います。文字を右揃えしたいときはルーラーの左揃えタブをクリックして右揃えタブに変更するときれいに右揃えができます。ちなみに全選択して段落の右下の設定をクリック、タブ設定に行きリーダーで点線を選ぶと文字の間に点線を追加できます。2つ目、ワードでカッコの頭がずれてるときないですか？これ下の文字の先頭とカッコの頭を簡単に揃える方法を紹介します。まず設定を変更したいところを選択し、ホームタブ段落の右下にある段落の設定をクリック。ここで定裁タブを押して行頭の記号を2分の1の幅にするにチェックを押して OK を押すとカッコの頭を簡単に揃えることができます。3つ目、ワードで文字間隔を揃えたいときにスペースキーを押してないですか？これもっと簡単にできます。やり方は1行目を選択してコントロールキーを押しながらその他の行の文字も選択していきます。次にホームタブの拡張書式から文字の均等割り付けをクリック。あとは文字列の幅を調整して OK を押すとスペースを使わずに綺麗に揃えることができます。4つ目、 PDF をワードにしたいときに普通にコピペするとこんな感じになってないですか？これ綺麗にワードに変換する方法を紹介します。これやり方は PDF ファイルをワードにドラッグ&ドロップするだけ。出てきた項目を OK を押すと簡単に PDF をワード化できます。ちなみにホームから開くを押して参照をします。そこから PDF ファイルを開いても同じことができます。5つ目、ワードで下線を引きたいとき、こうやって下線を引いて空白をスペースで引き伸ばしてないですか？これだと文字を打つと下線が引き伸ばされて面倒ですよね。文字を打っても下線がそのままになる方法を紹介します。やり方は今回だと名前の部分を選択して段落から罫線を開きます。選手とページ罫線と網掛けの設定をクリック。ここで種類は指定を選択、名前の上の部分と下の部分に線を引く設定をして OK を押すと会社名と名前の下に線が引けます。ただこれだと長いので名前の部分を選択して右上にあるインデントをつかみ移動させると線の長さを調整できます。この状態で名前を記入しても線の長さが維持されます。やってみてね。